よろしくお願いします。私は心理学という領域で仕事をしております。特に学校心理学というところで子どもとか学校を支援する仕事をしております。心理学というと皆さんいろいろイメージがあると思うんですけども、大きく分けて2つの側面がありまして、1つは人間の心とか行動をいろんなデータを使って調べて研究するという側面で、もう1つは心理学に基づいていろいろ悩んだり苦戦している人を支援するという実践的な側面です。特に実践的なことを私カウンセリングとかやってるわけですけども、こう人と人とのつながりの中でやってるわけで、こう人とのつながりっていうのはすごく関心を持っています。今日はそのところの話をしたいと思います。それから、もう一つは私30歳代大部分アメリカで過ごして、40で日本に帰ってきたという今帰国おじさんですね。帰国子女なんて言えないけど帰国おじさんなんですけども、アメリカにいる間に、いろんな方と、関わったりつながることができて、いろんな人種の方とか私はクリスチャンじゃないんですけど、いろんな教会にも行かせていただいて、いろんなことを感じることができました。それで日本に帰ってきてしばらくご無沙汰してたんですけど、2011年の3月11日の東日本大震災があったときに、本当に多くの方から大丈夫かというメールをいただいて、Facebook 見たけど、あなた載ってないと、私 Facebook やってないと、メールを知ってる人だけメール来たんですけど、それから私、学校心理士っていう日本の団体の代表してるものですから、東日本のね、いろいろな子どもたちの支援を広げながら仲間としてるわけですけども、その時の資料作りとかアイデアとか、本当にいろんな国の方からサポートされていて、また、この人たちとつながったなということで、とても嬉しく感じています。そんなところで今日お話ししたので、最初はですね、ナンバーワンよりオンリーワンと、いきなりスマップの歌のようなものが出てきましたけれども、みんな違ってみんないいと、私大好きな言葉です。でも最近心配なのはですね、特に子どもたちを見てると、オンリーワンになろうとすごく頑張ってるような気がして、それが心配で、前の空気を読んで、キャラを被らないようにという、すいません、覚えたばっかりのことばけ、ついてるかどうかわからないんですけど、同じようなキャラクターがいるとちょっと避けて遠慮してしまう。これちょっと気にしすぎかなと思ってます。頑張らなくてもオンリーワンじゃないですか。同じ人いないんだから。オンリーワンなんですよ。むしろ、オンリーワンだけども、オンリーワン同士で、どうやってつながっていくといいんだろうね、みたいなのを、練習するのがいいのかなと思っています。ですから同じも違うも大切なんですよね。そこで私が今日皆さんにお伝えしたいのが、人とつながる、オンリーワンということです。これはまだスマップを歌っておりますよね、茨城県に有機理工という学校がありまして、ここの学校は、私と相談してキャッチフレーズ使っていただきますので、嬉しく思うんですけども、どうやったら自分らしくつながる力を持てるか、どうやったら、ハロですね、どうやったら人とつながるかということで今日少し、お話をしたいと思います。で、今日題材として取り上げるのが男はつらいよという映画の風天の、トナさん、この中で男はつらいよご覧になったことなんか手を挙げてください。ありがとうございます。今日は平均年齢が若いので少し説明が必要だなということが理解できました。はい、もう一人がですね、釣りバカ主ビッコミックオリジナルという私の愛読書があるんですけども、そこでずっとシリーズでやっていて、映画になりました。釣りバカ主見たことのある方、こちらの方が興味ありますね。はい、3つ目がですね、テレビ朝日で今ずっと連載しているドラマの相棒というのを取り上げたいと思います。そこで杉下右京さんというのが出てますけど、相棒を見たことのある方やります。これも圧倒的ですね。はい、右京さんおめでとうございます。それでは はい、次に行きたいと思いますが、まず戸田さんから行きたいと思うんですけども、はい、教えたかな。はい、男はつらいよ戸田さんです。ご存知ない方がいいと思います。男はつらいよというのはですね、車虎次郎、いわゆる寅さんが全国を回っていく。なぜならば寅さんの職業は敵や露天商なんです。いろんなところでお店を出す。筑波山に行きました。
で、お店を出して物を売っていく。その時にその地域地域に入っていって、地域でいろいろ苦戦している人と出会うんですね。配偶者を亡くしたとか仕事でうまくいかないという人と出会って、トラさんがサポートして、まあサポートする理由は、サポートの対象がマドンナで素敵だからという理由が8割5分で占めています。で、トラさんがそこと関わりつながっていく中で、その方がこうまた元気を取り戻していくというところです。この、スライドはですね、トラさんが遠くの方を1両か2両ぐらいの小さな電車で旅していた時に、電車がキッキッと止まりまして、そうすると電車の下に、中年のサラリーマンの方が横たわっていて、まあ、自殺を試みたんだけど、幸い怪我をしなかった。トラさんはほっとけないので、俺が忙しいのにって言いながら、本当は暇なんですけど、旅館で一泊一緒にして、その方も元気になって次の日の朝、というところが、これになります。で、トラさんのつながり方というのは、100人に対して100の顔でつながるんですね。で、トラさんはですね、非日常ですよね、旅人ですから。で、人が危機の時につながってくれる、いわばよそ者なんです。トラさんのつながり方、いいこと見ましたね。すみません、戻りました。もういいかな。トラさんのつながり方は3通りあります。今日、どのようにつながるかっていう説明が、人に共感するということと、味方になるということと、それから自分を出すという3通りで3人のことを説明しますけれども、相手の世界に共感するということです。相手がどんな気持ちなのかな。例えば、子供が苦戦している人の親御さんと私はカウンセラーとして面談することがありますけど、その気持ちになる、大変ですねっていう気持ちになるっていうのは、大変だなと分かることじゃなくて、こちらも辛くなるんですね。共感しますので、それが相手の、世界に共感する、あるいは相手の文化に染まるということですね。はい。2つ目が相手の世話をする。プロさんは相手の願いを叶えるように頑張ります。例えばですね、いろいろな子供の発達のことで苦戦している親御さんと私が面談をしているときには、その方がそのお子さんが利用できるようなパソコン教室とかというのも私も一緒に探したりしますよね。こういうサポートもあります。3つ目が相手に自分の意見を言うということですけど、寅さん流に言うとですね、偉そうなことを言うよりも、なんか自分の失敗談を話すと、なんかお互いがホッとするということがありますね。皆さん失敗談お持ちでしょうか。ありますよね。出し惜しみしない人が関わるときには喋るといいと思うんですけども、それで、お互いのつながりが、進むことがあります。私も自分の子供によく失敗談を話しますと、次の日近所の子供もみんな知っていたよくあるんですけど、はい。次がですね、釣りバカ利子の浜地ですね。釣りバカ利子っていうのはスーキエセっていう大きな会社に浜ちゃん勤めているんですけども、そこで彼はですね、業績は ABC の C ですね、勤務意欲 C ですね、協調性 A の窓ですね。こういう人大事なんですよね。社長のスーさんと仲良しで、いろいろ、ドタバタ経営の中で周りを元気にしているという人ですね。で、これは朝、長いこと追っかけていた魚が釣れたという朝釣りの姿ですけども、彼はこの後戻ってきて、服を着替えて会社に行くんだと思ったら、これ最初の釣りバカ利子の第一シーンなんですけど、この、釣りのジャケットを脱いだら下にワイシャツネクタイを着てる。便利ですよね。彼の人生は着替えないんです。一コマ一コマがついているんです。朝釣り、趣味も昼の仕事も、それから夜家族との、団らんも人生の一コマです。働くために遊ぶ、遊ぶために働くのではなくて、どれも大事。ワークライフバランスのいわばパイオニアみたいなものですね。はい。なぜ浜ちゃんがこんなマイペースで自分勝手、トラさんは100人に対して100の顔を持つという人なんですけども、浜ちゃんは100人に対していつも自分の顔でマイペースで生きてるんですよ。こういうつながり方もあるんですよ。だけど相手とうまくいくっていうのは適度な距離感なんですね。同僚の方の家に行った時にずっと長く引きこもっている弟さんがいて、一緒に釣りに行く場面なんですけども、こちら側が浜ちゃんで、こちら側が弟さん、
ども、ハマちゃんが弟さんの肩に手を回す。そうすると弟さんが恐る恐るハマちゃんの肩に背中に手を添える。大好きなシーンで、実は私の寅さんとハマちゃんの、今回なんですけど、この、映画監督に送った映画監督のこのシーンが自分もとても好きで、気に入っているということをおっしゃっていただいたんですけども、距離感がある、距離感があると苦戦している時でも人とつながることが少しできますね。はい、ということで、ハマちゃんは100人に対して1つの顔、日常生活で、トラさんがよそ者だったらハマちゃんは若者って言ったら失礼です、叱らしいです楽天的、老天的、前向きですね。相手と友達なのに、皆さん今日若い方多いんですけど、自分より若い方とか知らない人がタメ口で言われたら何だ生意気だと思われるかもしれませんけど、相手が自分を友達と思ってくれるということはすごく素敵なことですよね。相手の物の言い方の注意は後でやればいいです。それから、ハマちゃんは相手と遊ぶということがとても、上手ですよね。とにかくたくさん遊ぶ、皆さん飲み会とか今日これ終わった後、懇親会パーティーがあるようですけど、みんなとなんかお茶飲みながらご飯食べながら一緒に過ごすってすごく楽しいじゃないですか。食べながら説教するのは やめましょう、ね、もし皆さんお子さんや先生の立場の方がいらっしゃったらやめてくださいね。食べるときは食べる、楽しく食べる、楽しく遊ぶ。で、3つ目はもう、ハマちゃん、相手に自分の生き方を見せる。これだけで周りを元気にしています。次が相棒というですね、ドラマなんです。大好きで、警視庁のですね、やっぱ窓際の部署にですね、特命係というのがいて、そこに杉下右京さんという、東大法学部のキャリアなんですけども、組織に、好きなことを言うので窓際に飛ばされたという方で、この初代の相棒が、カオルさんです。これは右京さんが知的な立場、カオルさんが、野生的な立場という、分かりやすい部屋です。二代目がですね、これ二人とも素敵な立場ですが、向こうの方は神戸武さんですけども、お互いに知的なんですけど、右京さんのトラディショナルで、神戸さんの方が少しこうなんていうかな、おしゃれというかそんな感じですね。それからこれが今のお相手で、甲斐徹さんということで、これ親子のように、世代は違うけれども一緒にやれるよね。今の時代、世代交代といいます。私が属している学会は世代交代させてくれるような先輩ばかりではありませんので、世代共存と言います。はい、お互いが共存するということです。はい、私もだんだん見送られる世代になっていきますけど、世代共存ですからね、若い方よく覚えておいてください。右京さんは100人に対して多様なつながりができる。右京さんが力を発揮するのはですね、相手が人生の岐路にいる刑事さんですからね、犯罪の被害者になる、加害者として疑われる人生の岐路ですね。とんでもない場面に関わってくるんです。私の父親は警察官でしたけれども、本当にいろいろな方と関わりがあったように思います。で、その中で自分の正義感を貫いているということで、若者です。で、右京さんの生き方は相手と相棒になります。右京さんは相手に対して敬語をよく使いますね。年下の方でも、下の女の子でも。それから、相棒と一緒に、前の人と一緒に問題解決をする、謎解きですね。難しいですね、現在これだけ複雑な社会で、しかもグローバルで情報やいろんなものの流通が激しい中で問題解決する、極めて困難です。だから最近若者や社会人も含める能力で問題解決という言葉が急にクローズアップされた。それだけ難しいからです。皆さん簡単に解けるからじゃない、問題解決は難しいです。それを一緒にしましょうということです。その時の右京さんはパワフルです。で、右京さんは正義を守るという人生の覚悟、非常に正義感が強いですね。で、私たちは正義であり平和であれ成功であれ、自分のこう人生の核コアの部分を持てるといいですね。この3人の、ところを少し整理してみますと、理解するというところで言うと、トラさんはカウンセラーのように共感する、ハマちゃんは友達より適度の距離、難しいですね、適度の距離感、いろいろな課題を抱えて苦戦している人ほどカウンセラーとして近づくとうぜえって言われますよね。
あんたみたいな人とは話したくないって言われたんですよね。で、だんだん距離が適度になっていくと、まあ、あんたなら許してやるよと近づけていただけるということになります。で、右京さんの場合はとにかくね、知識が幅広いですね。相手の、趣味に合わせてチューニングできるっていうのは魅力的ですね。私なんか趣味が限られてますから、相手の趣味を知った後、あとインターネットとかいろいろ調べて、なんかついていくようです。次、味方になる。相手のお世話をする。一緒に遊ぶ。一緒に問題解決。こういうやり方があります。自分を示す。そろそろ自分の失敗談を話す。浜ちゃんは自分が楽しんでることを見せる。どうもですね、自分の楽しんでることを見せるのが、我々後輩や子供や、若い人に対して少し出し惜しみしているような気がするんですね。大人になるのが嫌だなとか、海外に行くのが嫌だなっていう若者が増えています。今、留学希望者も非常に減っているんですね。私は32の時に、アメリカに行って、別にエリートだから行ったわけじゃなくて、日本でなかなか食えなくて行ったんですけども、まあ40ぐらいまで、働く中で、あるいは勉強する中で、なんとか、武者修行して日本に帰ってきたわけですけど、でも本当に楽しいこともありましたし、大変なこともありました。それをいろんな方に伝えていきたいなと思っています。価値観を示すというのが、右京さんですね。まあ、こうしてみるとですね、寅さんは私たちの心の中に入ってきて、温めて去っている風のような存在です。浜ちゃんは、今のままでいいんだよっていう私たちに声をかけてくれる。呼吸を楽にしてくれる。空気のような存在です。ひょっとしたら、右京さんは我々の夜空を照らしてくれる星というか、北斗七星、そんなところかなと。最後にですね、今日のお話は、人とつながるオンリーワン。いつか曲をつけるのが得意な方がいたらしいから、ぜひ来ていただいて、いい曲を出して、この、テントから世界に発信したいと思いますけども、なぜつながるのか、最後のなぜですね、危機を共有するんです。東北の子どもたちは、今もプールに入るのも、夏でもしんどいなという子どもがいます。苦戦してます。責任の共有です。我々は参加者としていろんなところに入ってきますから、何らかの形で責任を持ちます。希望の共有です。私たちは地球市民として、これだけ長い地球の歴史がある、素晴らしい文化があって、多様な人たちがいますから、力を合わせれば、次の世界が必ず来ます。希望を共有したいと思います。私はテッドスクバの、キャッチフレーズ、From Sprout to Forest という言葉、好きなんですね。最後ちょっと帰国子女っぽく英語なんですけど、スプラウトフォレストですけども、とても好きなのは、ちっちゃな芽が少しずつ広がって、人と人とのちっちゃなつながりが重なって森になって地球全体になる。国と国との関係はなかなか大変なところもありますけど、小さいところのつながりを増やしながら、お互いに住みよい日々で、お互いにいい人生で、お互いに社会に希望を持って進めたいと思います。一歩一歩進むこと、一歩一歩の私たちの前進を祝いながら進みたいと思います。今日はありがとうございました。